皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。ひざ関節を骨折した小池都知事が、15日行われた東京都戦没者追悼式典に車椅子姿で出席しました。公式行事への参加は、骨折後初めてです。画像、骨折後初の公式行事左足回復の様子は小池知事は、先週行われたプロ野球の始球式で、ひざ関節の剥離骨折をした後、 テレワークで公務を続けていましたが、15日の戦没者追悼式典には車椅子で出席しました。公式行事への参加は不詳後初めてです。小池知事は式典で、夢と希望にあふれた平和な世界を未来の子どもたちへと引き継いでいくことを誓いますと、式辞を述べました。式典には381人が参加し、遺族代表の一人は、 東京大空襲で町は黒焦げの遺体ばかりになったことを挙げ、戦争の記憶を風化させないよう語り部になっていかなければと語りました。また、曽祖父が戦死したという11歳の鶴羽大悟さんは、戦争の悲惨さを学び、平和の大切さを感じていると述べました。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。